はい、どうも、ザスター KG です。今日もね、やっていきたいと思います。北軽井沢アウトサイドベース、調子に乗って髪の毛、グレージュにしたおっさんです。今日も楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。はい、じゃあね、今日もね、バルテント2でね、やっていくんですが、もうメッシュになってますね、これはね。よいしょ。今日はね、息子と2人なんでね、こんな感じになっております。ちょっと広角にしようかな。ピャ広角になるね。ね、このオットマンをね、息子用の椅子にして、奥が私が座る感じですかね。で、この間とね、前回の動画と同じようなレイアウトなんですけれども、まあ、ニューギアでね、バターナッツのクーラーボックスと、バターナッツのウォータージャグ、全体的にね、茶色のギアでちょっとね、統一感を出してみたような、そんな感じになってございます。ございます。これがね、またね、夜になってね、どんな感じになるのかなっていうね、感じですね。はい、魅惑の寝室ですね。はい、ぐるっと回って、はい、こんな感じになっております。さあ、やりますか。あざっす。あっさざっす。あっさざっす。やってるね。やってるよ、これ。やば。これ、キンキンの金が金だな。これ、完全に金だ。えぐっ！ああ。なんだかんだね、朝日がうまいよ。ありがとう、今日も。はい、セクシー巻き紹介。ダマキャン先輩のセクシー、ここですね。ここはセクシーなんで。空いてるんですよ。はい、こんな感じです。以上です。早っ。早っ。終わるの早っ。続いて今日、あれ、初張りですね。初張りの J さんの、このキャナリーいいやつ、なんすかこれ。キャナリーいいテーブルっす。え、キャナリー、これキャナリーいくないですか？キャナリーの M ですね。キャナリード M っすか？ド M です。キャナリード M のやつの、これは？これは、親子チェアってやつですね。親子親子じゃないですけどね。一人で優雅に座る感じ。一人で優雅に親子ですね。ああ、なるほど。ああ以上です。さあ、続いてこちら焼き場です。以上です。そしてこちら、大人気かまぼこテントの S です。じゃじゃーん。ストーブが入ってます。夜は冷えるのでストーブが必要です。はい、全室も広いし奥が寝室となっております。天気がいいです。以上です。はい、アウトサイドベース、とってもいいキャンプ場です。めちゃめちゃね、木が生い茂ってて、林の中で本当にね、ザ山っていう感じでね、本当にね、いいですね。すごい、ほら、バンゴローもめっちゃあるし、めちゃめちゃいい感じです。で、ここね、炊事場です。ここはね、お湯が出ます。はい、で、この裏にね、こっちからね行くとトイレもあったりとかします。もう基本ね、フリーサイトなんで、どこでもね、テントが立てることができます。めちゃくちゃいい天気、すごい、本当におすすめのキャンプ場です。はい、こちら炊事場でございます。入ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。とても洗い場が広いです。はい、節水にご協力ください。当たり前のことをね、当たり前にできるようにしましょう。でね、ここはね、もちろんお湯が出るようになっています。はい、こんな感じでかなり広くなっております。はいはい。そしてね、ほら、メッシュもちゃんとある。素晴らしいですね。はい、こんな感じになっております。お、かっこよ。
で、向かい側のね、これも一応炊事場になってますけど、こっちはね、水しか出ないようになってます。以上です。夜の幕ない、こんな感じ。あー、やっぱね、明かりが心地よいですね。夜はやっぱいいですね。とてもステーキ、とても暖かい、半袖で行けます。モンジー、以上です。ありがとうございます。前キャンプで動画撮ったよ、家のマシュマロ食べてた。マシュマロ焼いてるの？おー、イエス。ナイスマシュマロ。ナイスナイトオブファイヤー。あれ、肉のオーケストラ、肉のオーケストラ、肉のオーケストラどうなった？肉のオーケストラ今こんな感じですね。こっちに移しました。肉のオーケストラちょっと感想聞きたい。感想っすか、うん、これ今、うん、あれなんですよ、家で漬け込んできて、うん、レモンで、あレモンあ、やばい、レモンだ、レモンなんす。酸味が効いてるのにジューシーだけどガツンときてうまいっすね。ガツンときたね。ありがとうございます。いや、素敵なコメントありがとう。焦げすぎて焦げたこと、焦げたことがある。それもまた思い出。なんで2つもやってんの？マシュマロの渋滞だね。ヒコマロじゃん。マシュマロの渋滞や。ありがとうございます。うわ、マシュマロのゴールデンウィークじゃないですか。ゴールデンウィーク来た。マシュマロもね、連休が必要ですからね。ただし食べられる運命、悲しい。うわ、やばい、これおはようございまんじー、乾かしてる。いや、結露したんですね、逆にね。逆に昨日は結露をして、で、今フライを乾かしている的な感じになってます。いやいやいや、なんとなくね、0度ぐらいまで下がったらしいんですけど、逆になんかよくわからないです。今回ね、温度計を持ってこなかったんで、あ、でも全然寒さの向こう側とかそういうのはなかったんで、逆に今ね、風が本当にね、支えて気持ちいいんですね。なんていうか、なんでこれが乾いたら撤収してキャンプ終了という形になるでごわす。ごわすごわすごわすですね。いやいや、あ、こっちのね、あれ、敷地はね、トレーラーハウスがね、なんかできるらしいけど、工事が止まってる的な勢いらしいです。あー、そろそろ逆に畳むかな。はい、お疲れ様でした。ということでね、無事に撤収も済んだんでね、いや、これでキャンプは終わりするんですけど、なんか光が眩しい眩しい。いや、本当にね、いいキャンプ場ですね。あそこのね、あのハウスがね、いつできるのか、こっちか、これか、これ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 、いつできるのかちょっと楽しみで仕方がなくて、そわそわしてる毎日なんですけれども、はい、そんな感じで、ゴールデンウィークのキャンプですね、5月3日4日でやってきたキャンプはこれにて終了という感じになります。はい、というわけでね、まあ逆になんていうか、まあ結構頻繁に上げるチャンネルではないんですけども、逆になんかほっといてるとチャンネル登録とか増えてるんで、まあそんな感じでマイペースにね、適当にこれからも動画アップしていくんで、まあよろしくお願いします。まあコメントもね、お待ちしてるんで、そんな感じで終わりにしたいと思います。本日もありがとうございました。逆にさよなら、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。